向こう正面、先頭はアグネスベンチャーで 1000m を1分から1分1秒の間であります。馬場状態は不良、ちょっと速いペースでありますが、先頭はアグネスベンチャーであります。リードが体半分から1馬身、松江館2番手、後続集団が差を詰めに行きます。玉トップが3番手であります。玉トップ3番手、3コーナーは内回り、800標識はすでに過ぎました。4番手でありますが、外を通って西のチェニル、それから内を通って内の方から1番のテルノエイト、4番手であります。それから外を通ってリックサンブルが差を詰めに行った。谷野テスコはしんがり、こういった体勢です。栄新地からもじわっと前の方へ上がってきた。第4コーナーであります。植え込みにかかりますが、さあ先頭はアグレスベンチャーか、アグレスベンチャー先頭か、粘っている。外を通りまして、タマトップ、一番外からタマトップ、真ん中松江館であります。横に広がりました。先頭はアグレスベンチャーか、アグレスベンチャー先頭が外からタマトップ、タマトップ大外から西のチェニール、そして内からテルメイトも来た。タマトップ先頭がタマトップ、ロングイーグル真ん中を割る。ロングイーグル来た、先頭はタマトップ、タマトップロングイーグル、内から谷野テスコ、外から西のチェニール、真ん中栄新地からだ。タマトップ先頭、タマトップロングイーグル、内栄新地から並んでゴールイン。わずかにタマトップか、わずかにタマトップか。